してまた生き絶えてく。いつかまたなんてないさ。今が唯一の時。伝えることをためらわないで。ほら君が住んでいた家が今日も変わらずそこに立ってる。食卓の前に集まって当たり前に笑い合ったね。今日もまた誰か生まれ、そしてまた生き絶えてく。いつかまたなんてないさ。今が唯一の朝。誰かあの人に伝えてほしい。誰よりも誰よりも愛してたと。これからもこれからも愛してると。